さって、初めての実戦がジャイワール軍との戦いになるなんてね。燃えなさい。まったくだ。こりゃジャイワールに帰ったら俺たちただじゃ済まないぞ。そうね。でも今はオレンカの町を守ることに集中しましょう。このことを知っているのかしら。セザールはジャイワールの王子さんだ。俺たちの幼馴染なんだ。まさかセザールが関わっていないといいんだけど。片付いたな。へえ、ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。やめて、覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け！
いつセザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて何があったっていうの。お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ。少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところでそなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんです。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体。申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。襲名によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか、オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、かの国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカをいかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。